平野くんの告白。岸くんが語る節約術とナンバーアンダーライン愛の裏話。ザ・タイムインタビュー完全版150円の謎。岸くんが語る節約術とナンバーアンダーライン愛の裏話、感動と笑いのインタビュー。最近、ザ・タイムで放送されたナンバーアンダーライン愛のインタビューは、多くのファンの心を揺さぶりました。特に注目を集めたのは、 中井くんがカメラの横で彼らのパフォーマンスを見守っていたことでした。中井くんは前事務所の先輩であり、彼の存在はナンバーアンダーラインアイにとって大きな支えとなっていました。中井くんがダンス好きであることは広く知られており、彼がパフォーマンスを見て楽しんでいたことは、ナンバーアンダーラインアイのメンバーにとって大きな励みとなったに違いありません。ナンバーアンダーラインアイのメンバー、特に岸くんは、 インタビュー中に150円までおごるというエピソードを披露しました。このエピソードは、視聴者に笑いをもたらし、彼らの仲の良さと節約精神を垣間見ることができました。しかし、この150円という金額は、自販機で飲み物を買うのにちょうどいい額であり、その微笑みましいやりとりは、視聴者にとっても心温まるものでした。THETIME の放送中、翔くんが部屋を通り過ぎようとする場面や、 中居んがカメラマンと同じ位置で見守っていたシーンは、ファンにとって貴重な瞬間となりました。特に、中居んが彼らを見守る姿勢は、彼の愛情深さを示しており、ナンバーアンダーライン愛に対する温かいサポートが感じられました。全事務所での先輩である中居んが、脱退後もナンバーアンダーライン愛を見守ってくれていることは、彼らにとって非常にありがたいことです。 平野くんもインタビューで語っていたように、中井くんに久々に会えたことは、彼らにとって大きな喜びでした。三人が中井くんにパフォーマンスを見てもらえたことは、彼らの感謝の気持ちをさらに強くしました。ナンバーアンダーラインアイは、これからもフェスやイベントでの活躍が期待されています。彼らが一緒にご飯を食べに行く機会が増えることを願っています。岸くんと翔くんは、 インタビュー中にシマエナガちゃんについてるカブトムシとスイカを触って遊んでいましたが、その姿は非常に可愛らしく、ファンにとっても微笑ましい光景でした。特に、岸君がカブトムシを本体のように扱っていたことは、視聴者にとって大きな笑いを提供しました。中井君がカメラマンと同じくらいの位置まで前のめりで見てくれていたことは、ナンバーアンダーラインアイにとって非常に感謝すべきことです。 彼らが中井くんに対して感謝の気持ちを述べるシーンや、岸くんの契約家としての一面が垣間見えるエピソードは、視聴者にとっても興味深いものでした。神宮寺くんが島ちゃんの足をくちゆくちしていた場面も、彼の可愛らしい一面を垣間見ることができ、ファンにとって嬉しい瞬間となりました。全事務所が同じだった先輩、中井くん、に脱退しても今も三人のことを温かく見守っていただけてありがたいです。 インタビューで平野くんも話してるように、本当に久々に中居くんにお会いできて嬉しかったんだと思います。これからも3人のことを見守ってほしいと思います。ザタイムさん、限られた放送時間の中で、2回もインタビューを流していただいて本当にありがとうございました。3人でご飯に行けてないみたいだから、これからフェスとかあるし、その帰りとかに打ち上げがてら行ってほしいと思います。岸くんと翔くんは、 インタビュー中にシマエナガちゃんについてるカブトムシとスイカを触ってて可愛かったです。彼らがこのように仲良く過ごしている姿は、ファンにとっても大きな喜びです。気になっちゃったんですね。キシ君なんて、シマエナガちゃんじゃなくてカブトムシが本体みたいな触り方だった W。中井君がカメラマンさんと同じくらいの位置まで来てくれて、本当にありがたいです。 今朝のザタイムへのナンバーアンダーラインアイのインタビューを見たけど、三人が中井くんへの感謝を述べてるシーンはほっこりだし、国民的契約家である岸くんのおごらない話のオチも良かったです。神宮寺くんが島ちゃんの足をくちゆくちゅしてたのは、本当に可愛かったです。ああ、いつも通り可愛かったです。うちにも島ちゃんがいます。アクスタと並べると大きく感じます、笑い。 このように、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが日常の中で見せる可愛らしい一面や、中井くんとの温かい絆は、ファンにとって非常に大きな意味を持っています。これからも彼らの成長と活躍を見守り、応援していきたいと思います。中井くんがナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを見守ってくれていることは、彼らにとって大きな励みとなっています。彼の存在は、 彼らがこれからも自信を持って活動していくための大きな支えです。ナンバーアンダーライン愛のメンバーがこれからも中井くんとの絆を大切にしながら、ますます活躍していくことを期待しています。感謝の気持ちを表すことは、日常の中で忘れがちですが、非常に重要なことです。ナンバーアンダーライン愛と中井くんの関係を見ると、感謝の気持ちを伝えることがいかに大切かを再認識させられます。 彼らの絆は、単なる先輩後輩の関係を超えて、深い信頼と尊敬に基づいています。このような関係は、時間をかけて築かれるものであり、日々の小さな感謝の積み重ねが大きな絆を生むのです。日常の中で感謝の気持ちを表す方法は様々です。言葉で伝えることはもちろん、行動で示すことも大切です。例えば、 忙しい中でも時間を割いて会いに行くことや手紙やメッセージで気持ちを伝えることなど小さな行動が大きな影響を与えることがあります中井君がナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを見守る姿勢はその最たる例と言えるでしょう彼の行動は言葉以上に強いメッセージを伝えナンバーアンダーライン愛のメンバーにとって大きな励みとなっていますまた感謝の気持ちを持つことは 自自分自身にも良い影響を与えます。感謝の気持ちを持つことでポジティブな気持ちが生まれストレスが軽減されることが研究でも示されていますこれは日々の生活の中で感謝の気持ちを持つことが心身の健康にも良い影響を与えることを意味しますナンバーアンダーラインアイのメンバーが中居君に対して感謝の気持ちを持ち続けることで彼らの活動にも良い影響が表れているのではないでしょうか さらに、感謝の気持ちを持つことは、人間関係を深める鍵でもあります。感謝の気持ちを素直に伝えることで、相手との信頼関係が強まり、お互いの絆が深まります。これは、プライベートな関係だけでなく、ビジネスや職場の人間関係にも当てはまります。感謝の気持ちを持つことで、コミュニケーションが円滑になり、チームワークが向上することが期待されます。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが互いに感謝の気持ちを持ち続けることで、彼らのグループとしての結束力が強まり、より素晴らしいパフォーマンスを見せてくれることでしょう。では、具体的にどのようにして感謝の気持ちを日常の中で表現するかについて考えてみましょう。まず、相手の良いところや助けてくれたことに気づき、それを言葉にして伝えることが重要です。例えば、いつもサポートしてくれてありがとうや、 あなたのおかげで今日も頑張れましたといった言葉は、相手にとって大きな励みとなります。また、感謝の気持ちを行動で示すことも効果的です。小さなプレゼントや手作りのカード、助けてもらった時のお礼を込めた行動など、さまざまな方法で感謝の気持ちを表現することができます。さらに、感謝の気持ちを持ち続けるためには、自分自身の考え方を見直すことも大切です。 日常の中で当たり前と思っていることにも感謝の気持ちを持つことで、より多くのことに感謝できるようになります。例えば、健康でいられること、家族や友人がいること、仕事があることなど、日々の生活の中で感謝できることはたくさんあります。これらに目を向けることで、感謝の気持ちが自然と湧き上がり、ポジティブな気持ちが増していくでしょう。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。 皆さんにとって、心から感謝できる存在は誰でしょうかその人との絆をどのように大切にしていますかナンバーアンダーライン愛と中井くんの関係を見て、自分自身の大切な人との関係について考えるきっかけにしてみてください。